どうもお疲れ様です。仕事終わりました。お疲れ様です。お疲れっす。仕事終わりました。どうもです。アイワード2、強いらっしゃい。喉ガラガラだけど楽しんでいってください。楽しんでいってください。体調がやばいです。体調が悪いのは、今日の昼間の配信を見た人ならわかると思います。なんで体調悪いかは聞かないでください。今から帰宅して配信します。どうも42名さんいらっしゃい。こんばんは。こんばんは。最悪でしょう。嘘ついて会社休もうとしたわけだから。お疲れ様です。仕事終わりました。寝ないで夜中から配信をぶん回して仕事をサボった卑怯者です。どうも。配信見てました。フォローさせてください。ぜひぜひお願いします。体調最悪ですが頑張ります。お疲れ様です。いらっしゃい。いや、こんなの初めてっていうぐらい限界です。限界です。牛島くんに似てるかな。どうだろう。風邪ひいた。いや、風邪とかいうレベルじゃなくて、なんか体の節々がおかしいんだよね。いろんなところが震えが止まんねえし、声が出ねえし。いや頑張りますよ。いや、そんな声だっけっていうか、もう体の節々がおかしいから、もうなんか全身痛えし、震え止まんねえし、声が出ねえんだよ。あのね、本当にね、冬の海舐めたらダメだよ、みんな。冬に海入るとかバカだから、マジで。無理しないでって。俺配信者だから。配信者が無理しなくなったら終わりだよ。終わり。休むのじゃないよ。いや、だから今日昼間鮫島さんと配信したくて、あのね、会社の人に電話したの。体調悪いんで休ませてくださいって。体調悪いから今日休ませてくださいって会社の人に電話したら、会社の人に、いやいや、駅で配信してるの見てましたよって言われたの。和道さんじゃない、始末さん、駅で配信してるの僕すれ違ったの気づかなかったんですかって。本当に体調悪いんですかって言われて、で体調悪いですって言って、それで俺配信したのよ。で午後から出勤したんだけど、鮫島さんもう2時ぐらいに出勤して、もう正直に謝ったよね。ごめんなさい、嘘ついてて、最低のことしましたっつって。すげえ最低なことしたわ。で残業して今帰ってる感じ。だから休みはしなかったんだけど、まあ正直バレなかったらずる休みだよな。バレなかったら多分休んでたよ俺は。卑怯者だよ本当に。いや、バレバレだよ本当に。でもうなんかちょっと本当に人としてすいませんっていう話、根詰めた話したら、いや実は僕前、結構前から始末さんの配信見てますって言われたかんね。全部バレてっからって。もうすごいな。もういや、やっぱまあ、配信バレるのは、まあ、配信者だから仕方ないんだけど、嘘はよくねえな。人として、いやもう笑い話だけど、いや、やっぱね、会社の人に嘘ついたのはちょっと良くねえなと思った。言われたもん。やっぱなんか、配信で休みたいって言うなら、そう言ってくれたら止めないよって。その代わりちょっと遅れますとか、残業するでいいからねって。言ってねって、正直にって。言われた。
言ってもらえたっていう感じかな。いや、やっぱ嘘つくのは人間として絶対良くねえわ。俺も嘘つかれたらやだもん。やっぱなんだろう、すげえ世話になってる会社だし、めちゃめちゃいい会社だから、ちょっとなんか反省だわ。なんか正直でも、なんか俺今日の配信は鮫島さんと1年ぶりに会えたし、会えるっていうチャンスだし、リスワン取れるかもっていう日だったし、テルチャンピオン沖縄から来ててさ、やっぱ鮫島さんに会いてえって言ってたから、やっぱつなげたかったし、多分クビになったとしても配信撮ったと思うんだけど、クビになったとしても、いや、あの今日は配信したいんでって言って、クビになるよって言われても多分配信撮ったと思うんだけど、それを言わなかったのはダセえと思った。要は配信をするために会社休ませてくださいって言えない自分がいたから、それはちょっと悔しいよね。やっぱ俺卑怯者だわ本当に。うん、いやマジ罪悪感湧くでしょ。そんなさ、俺のこと思ってくれてる人たちに嘘ついたんだもん。社会人としてはもう諦めてる俺は。社会人としてはもう諦めてる。社会人として優秀になろうとか、ちゃんとやってけるんだったら配信者になってねえから。違うんだよ、配信者としても嘘ついてるし、信頼してる働いてるさところでも嘘ついたから、その2つが良くねえなと思った。うん、嘘はダメだわ本当に。どんな小さい嘘でも、そう、やっぱ嘘はダメだね本当。身に染みたよ。ね、いやもう舐めてるよね完全に。だったら配信やりたいんで休みますって言った方がまだかっこいいよね。休ませてくださいって、配信やりたいんで今日どうしてもって、その方が配信者として正しいよ。俺やっぱ逃げてたわ。まあそんなね、そんな反省ですよ僕は。結構マジで反省してる。なんか大好きな配信裏切った感じもあるしね。うん、まあ赤裸々に話すとそういう感じだわ。うん、いい経験だね。うん、だから正直に言ってねって、あの配信見てるし、その配信大事なの一生懸命やってるのを見てるし、2チャンネルも全部見たから、前科も全部分かってるからみたいなニュアンスだったよね。うん、だって会社の人にガチで心配されたもんね。あのアンチ多すぎて大変じゃないですかって、鬱の原因になってませんかって、プライベートのことも相談していいからねって言われたからね。俺2チャンのスレ見られたんだよ、あのニュアンスは。2チャンネルのスレッド多分全部見られたんだよ。悲しいよ。何が悲しいってさ、あのスレッド、あのアンチが、アンチの手がついに届いたんだよ。もうそれでもかばってくれてる会社だからね。ああ、いやすげえ素敵な会社だよ本当に。マジ最低なことしたわ。マジ最低なことした。いや休むだけでいいんだけど、俺は自分から体調が悪いから休ませてくださいって自分から嘘をついたんだよ。うん、体調悪いやつが江ノ島まで泳げねえから、体調悪いって休んでるやつが平気な顔して江ノ島で泳いでんだよ。そしてこの動画も YouTube に上がるから、最低な行為なんだってやっぱ思わない？みんなが会社の上司で体調悪いんで休ませてくださいって言って、いやいや駅で配信やってるの見たよってなって、それでも休むって言ってさ、で後日 YouTube、 その日の YouTube 見たらこいつ江ノ島で海入ってキャッキャキャッキャ遊んでんだよ。笑うでしょそんな。リンパめちゃめちゃ痛いし、喉痛いし、体の震え止まんねえし、マジガタガタなんだけど。いや笑うよね本当。俺だったら爆笑するもん本当。こいつ正気かよみたいな。いやおこだよね正直。みんな怒るっしょ。うん、いやでもね、鮫島さんとやっぱ会ってね、やっぱね大手と会うとね、やっぱ大手と会うと刺激もらえるんだよね。だからエミさんの時も、金梅さんの時も、みどりさんの時も、ウナの時もね、えいろんな人に会ってきたけど、ゆいがさんとかさ、やっぱね先輩とかが、やっぱ先輩とかやっぱもうそれを超えるはるかにクズなわけじゃん。だから配信者としては一流なんだよ。
人間としては最底辺かもしれないけど、配信者としては超一流なんだよ。言われたもん、車の中で。ワード、俺が会社何個ダメになったと思ってんだって。俺は配信撮ってきたぞ、お前今日帰るのかよって言われたもんね。だからそこで吹っ切れてね、俺もダセーと思ったよ。配信も撮れてねえし、会社に出勤もすることもできねえ、半端もんで卑怯もんだと思った。本当だよ、恵まれてるよ俺は。いや、サメジャンさん面白いよ。キャリア10年だぜ。10年、何かを10年やるって半端じゃないかんね。なんか10年本気でやったことある、みんな。俺10年間何か本気で打ち込んだことあるよっていう人手挙げて。ない人は手下げ。俺10年間誰にも負けないぐらい頑張ってきたっていうものがある人。10年間。ある人手挙げ。ない人手下げ。いや、俺なかなかだと思うよ、10年って。30歳の10年はでかいよ。人生の30分あるんだ。あったら裏切ったらダメだよ。それ宝物だからね、みんなの。みんなの宝物だから、もしそれを見つけた人は絶対裏切っちゃダメだよ。俺もうマジで今日は反省だわ。辛いこともいっぱいあるかもしんないけど、絶対それは、その大切なものを裏切ったらダメだと思う。もしない人はね、それにいつか巡り合うから、その時話さないでほしいよね。そのキラキラしたものを追いかけてほしいよね。ねえ。まあ中途半端だったよね。まだまだ、まだまだ学びだわ。っていうか、昨日の夜オラフと食ったさ、つけ麺以降何も食ってねえんだけど俺。ああ、みんなありがとうね。もし、ない人、10年間何かに打ち込むことがない人がいたら、もしよかったら俺の配信10年間見てみない？一流の和道リスナーになってみたいでしょ？やっぱ一流の和道リスナーになりたいでしょ？俺もあと10年頑張るから、一流の和道リスナーとして頑張ってみる気はないかい？ないか。残念でーす。まあね、3ヶ月ぐらいなら付き合ってくれるだろう。足が痛え、マジで。全身砂だらけだし。全身砂だらけだしね。言ってることは立派だけど、やってることクズだかんね。そうそう、一流のリスナーだよ。一流のリスナー。風呂入りて、マジで温まりてえわ。はい、ワトツーいらっしゃい。いつもありがとね。これハノンかな、ハノンか。携帯バキバキだからコメント読めないんだよ。家帰ったらちゃんとみんな一個一個のコメント読むから。いやー、でも今日は楽しいな。やっぱ年末のワド熱いね。そう思わない？毎年毎年年末動く、活発的になるよね俺。で、春先になるとダメになるんだよ。年末年始はやっぱワード強くない？去年もそうだったじゃん。年末年始はね、配信面白くなるんだよね、なんか。なんでなんだろう。年末年始最高だよ、本当に。やっぱあるんだよ、そういうの。みんなの中でない、そういうの。年末年始ね、ちょっとね、エンジンかかるんだよね。サメ島、配信に関しては天才。比べてないよ。学んでるよ、めっちゃ。本当に尊敬してるよ。俺もファンだもん。全然配信者としてひよっこだよ、俺なんか。3年しかやってないんだもん。天才、天才。マジで。全然比べてないよ。ただ、その、サメ島さんが3年目だった頃にやってたことをできるようになんないととは思うよね。10年後自分が配信続けるためには、鮫島さんが配信3年目の時に何やってたかっていうのは意識していかないとね。いや、全然意識しないよ。闇金牛島くんは全然意識してない。よく言われるんだけどね、闇金牛島くんって2ブロックだったっけ。
結構毎日のように言われるからな。毎日言われるよ、闇金牛島くんって。そんなに似てるかな。あんまり考えたことないな、自分では。初見さんありがとうございます。いや会社は大丈夫っていうか、別にクビにはなんなかったけど、人として良くないことをしたよね、やっぱ。うん、嘘をついたわけだから。体調悪くないのに、体調悪いから休ませてくれって言ったからね。うん、ただただ罪の意識しかねえわ。うん、3年目のサメちゃん通報しまくってたマジですげえな、暴れ回ってたんだ、超かっけえなえ、それニコ生時代？え、だって3年目ってニコ生ないよ。だって鮫島さんに聞いたの、配信回ってないところで。最初どこで配信してたのっつったら、スティッカムって言ってて、スティッカムの前もあったわっつって、自分で Windows メディアプレイヤーのポートを開いて、要は URL を2チャンネルに貼って、要は自分のパソコンをのポートを作って、そこに自分の配信を流してたらしいよ。すごくない？1分間米1とかだってよ、1か4だって。やばくない？そこまでするって思ったもん。もういかに今恵まれてるかと思ったよ。ニコ生がある、キャスもある、携帯でポチッと押したら配信ができる。だからリスナーとか配信っていう概念がなかったんだって。Windows メディアプレイヤーとかの動画再生プレイヤーを無理やり生放送に改造して、ポートを開いて、で自分で2チャンネルに宣伝して、見に来てくれってやってたんだよ。すごくない？だから今なんてそのアイテムで稼げるし、とんでもない時代だよね。だからもうキャリアがすごいよね、10年って。俺らの時はだからそういう時代だよって言われた時に、やっぱすげえと思った。俺ら恵まれてるわ。俺ら後輩恵まれてる、マジで。うん、あー何年目なんだろうね、俺全然わかんないわ。だからいかに自分がひよっこかわかるよね。うん、あ、ごめん、テレビのディレクターさんからメール来たから一回配信切るわ。ごめん、ちょっと今テレビの、あのこの前撮影したテレビのディレクターさんからあの LINE 来てるんで、ちょっと一回配信切ります。すいません、お疲れ様です。ありがとうございます。おつです。
になります。 ありがとうございます。失礼いたします。はい、
ごちそうさまでした。はい、長いオープニングお待たせ、ワド2。いやー、もう体中がボロボロです。どうも。頬ね、まだ痛いっていうかね、震えが止まらないしね、声がおかしい、やばいね。はい、みんないらっしゃい。はい、アジューナーメンさんいらっしゃい。楽しんでってください。どうも、ワドです。おい、飯に十何時間ぶりの飯に舌鼓を打っていて、コメント全然さばけなかったわ。申し訳ない。おい、レクシーいらっしゃい。ありがとう。やべね、冬の海を舐めたらダメだよ。絶対入るなよ。若いやつ真似すんなよ。絶対入るなよ。あ、そうなの。もうね、喉がやばくて、震えが止まらなくて、ずーっと寒いの。もう、暖房とかじゃないの。ずーっと体の臓器とかが、芯とかが冷えてる感じ。うん。いや、もう、なんか声が出ないの。もうなんか内臓が動かないの。いや、こうなるから。マジで。ダメージがじわじわ来るから。すごいよこれ。後遺症残るから。マジ今日高熱出るんじゃないかと思ってるから。マジできついわ本当に、うん。横浜の海舐めてたわ。一生戻らないのこれ。超きついよ。リスナーには伝わってないの。いやー悔しいね。リスナーに伝わらないって悔しいよね。マジで一回入ったらわかるよ。マジで海行ってごらん。近くに海あるやつは海入るべきだよ。ウェットスーツなしでな。ウェットスーツなし、準備運動なし、まず死ぬぜ本当に。いや演技って本人が一番わかってるから。本人が一番分かってるから。演技か演技じゃないかは。マジで。いやもうね、二度とやりたくない。二度とやりたくない。マジで、今月だけで3回入ったとか、マジで頭おかしいよ、あの人。うん、やべえわ、マジで。レジェンドだよ。すごいよね。いや、体張ってかないとね、やっぱね。配信者が体張らなくなったら、この世の終わり。配信者が体張らなくなったら、この世の終わり。配信者が体を張らなくなったら、この世の終わり。はい、こんばんは。いらっしゃい。楽しんでってください。あ、体の節々が痛いっていうか、夜景超綺麗。何これ、新宿やばいね。オーシャンビューだね。やばいねこれ。オーシャンビューでしょこれ、完全に。すげえ綺麗だわ。冬の海は避ける。いや、サーファーとかすごいよね。どんだけ波に乗りたいんだよっていう。どんだけ海に入りたいんだろうねあいつら。やべえわ、サーファーちょっとかっこいいと思ったわ。サーファーマジでかっけえわ。憧れの職業だわ。いや、もう早く温泉に、温泉
温泉っていうかもう風呂に入りたい、温まりたい、早く、マジでマジで温まりたい。今俺おすすめない、今携帯配信だからさ、配信チェックできないんだけど、誰か教えて、今閲覧のおすすめ何位ぐらいなの。俺おすすめね、リスワンじゃないよ、おすすめが知りたい。誰か優しい、優しくてかっこよくてイケメンな人教えてください。おすすめ何位ですか。低体温の症状は意味不明な言葉を発するようになる。いや、それ普段から意味不明だから、普段から俺意味不明だからね。なんだろう意味不明な言葉って。3番か、上2人誰だ。3番上2人誰、誰だろう。金映えさんかな。リスワン今1位よ俺。マジか。じゃあ今日頑張るか、今日頑張って撮ろうみんな一緒に。今3位、上の2位誰だろう。上の2位金映えさん、ツバニャンとか、ハルト、チャンピン、あ、まあまあいいんじゃん、まあ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 いいんじゃないって感じだよね。いやー疲れた。マジきつかったわ。はっぺ痛いの、ほっぺ痛いの治ってねえよ。ほっぺっていうかリンパの裏がパンパン。だいぶ良くなってきたもんね。まあ3番ぐらいがちょうどいいからね。だいたいね、1番の配信者って面白くないんだよ。2番もそこそこなんだよ。だいたいね、おすすめ3番の配信者が一番面白いから。おすすめ3番の配信者が一番面白いから。わかる？おすすめ3番の配信者が一番面白いから、間違いないから。せっかく築き上げてきたチャンスを、何その不穏な空気。これ延長ってどうやってやんだろう。携帯延長どうやってやんだ。配信中なんだこれ。延長ってどうやってやるんだろう。はあ、春1位だけど金映えと台本臭いことやってる。何やってんだろう、何やってんだろう。俺もその台本に混ぜてほしい。俺も台本やりたい、台本書かない配信者だから台本読みたい俺も。いや、大事なことは3回言ったら面白くなるから。伝えたいことは3回言わないと伝わらないから。学校の先生とかもそうでしょ。テストに出るところ3回言ったりするでしょ。それと同じだから。ここでテストに出るよアピールだから。え、ていうかこれ延長ってどうやってやんだろう。アイテムどうやってやんだ。やり方忘れちゃったよ。延長アイテム、配信バックグラウンド、配信モード、どれだ。自動延長、あ、延長ないわ。延長ない、ごめん。一旦この枠で切れたらごめん、家に着かなかったらごめん。この枠はこの枠で終わりだから、家帰ったらパソコン配信にするから。意思判断力の低下、これにこれより進行すると死ぬ恐れとか書いてある。やべえな本当。低体温症超、とにかく俺今風呂に入りたいもん。風呂のことばっかり考えてるから。風呂、今は風呂。いや、マジで考えてみて、
夜中からずっと配信やってて、歌舞伎町で初めましてでテルチャンピンと会話してね、そのまま会社をサボって嘘ついて会社に行ってね、海に飛び込んで、でそのまま嘘ついてすいませんでしたって会社に出勤して、ナウだから、わかる？これが配信業、これが配信業だから、これが配信のプロ配信者の最底辺、現場の一番きついところ、体も張らないといけないし、閲覧も稼がないといけないし、先輩の無茶ぶりにガンガン応えていく感じね。先輩の無茶ぶりにガンガン応えていくスタイル。今1位、ありがとうございます。聞き漏らしてしまったんだけど、会社どうでした？怒られましたか？かいつまんで。いや、もう超反省してますね、平たく言うと。今これ経緯が分かんない人に説明しますけど、今日昼間サメ島さんと配信したんですよ。で、配信するってことは会社休まないといけないんですよ。で、サメ島さんに会社あるから行けないって言ったんですけど、ワド来いと、お前配信者だろうの一言で僕スイッチが入って、あ、俺配信者だわと思って、会社じゃあずる休みしますって言って、電車の移動中に会社に電話したんですよ。でね、会社に電話した時にね、戸塚って駅で、もう横浜の方で電話したの。今日体調悪いんで会社休みましてくださいって。え、本当に体調悪いんですか？新宿駅でパソコン持って友達と配信やってましたよね、見てましたよ、本当に体調悪いんですかって言われたので、俺は、いや悪いっすね、いや悪いっすね、体調悪いっす、はい悪いっすね、めっちゃ悪いっすって言って無理やり休んだの。でもこれは人として良くないことしたなと思って、めっちゃ反省して、すげえいい人だったから、すげえ世話になってる、すげえ好きな会社だから、もう出社していの一番に廊下に来てくださいって言って、外で話しましょうって言って、もう平謝りだよね。もう会社もう正直サボる気満々だったんですって言って、嘘をついてすいませんでしたって、サボりですって言って、そしたら何を言われたかというと、実は配信全部見てると、2チャンネルも全部見てると、大丈夫？って言われた。もう配信やりたくて会社休むときは、配信やるから会社休むって言ってねって、応援してるよって、いやもう嘘をついてすいませんでしたつって、もう俺は卑怯者だよ本当に、もう卑怯者だよ、こんな、うわ、都庁かっけえな、おい。都庁めっちゃかっけえな、おい、今日も都庁かっけえな、おい、見ろよ。今日ピンクだよ。今日の都庁やばくね？見ろよ。ピンク初めて見たんだけど、赤が好きだったけど、ピンクの都庁めっちゃやべえな。やべえな、ピンクの都庁。何これ。緑と赤が一番好きだったけど、ピンク一番かっけえわ。都庁大好き、俺。都庁大好きだよ。かっこよくね、都庁。俺、ここに住みたい。ここに住みたい。右の階の最上階と、左の階の最上階に行って、スイッチを2回押さないと、真ん中のフロアに行けない男になりたい。疲れるわ。やばいね、かっこいいよね。俺都庁大好きなんだよね、本当に。都庁一番かっこいいでしょ。都庁のかっこよさわかんねえやつセンスねえと思ってるから。やべえな、ピンクの都庁めっちゃかっこいいわ。やば、俺にふさわしいよな。絶対俺が住むにふさわしいと思わない？都庁。
あーやべえ、寒い寒い。いや今日ないよ、今日ないよ、うん、今日はなしになってるよ。はい、初見さんいらっしゃい。タンさんコメントありがとう。ワドです。楽しんでってください。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。